皆さんこんにちは EasyJapanese ジジへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますので、お好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。今日は3月9日火曜日です。もう一度ね、日付の復習をしましょう。3月1日、2日、3日、四日、 か日、5日、6日、7日、8日、9日。ということで、今日は3月9日、火曜日です。今日は天気は曇りでしたね。曇りのち晴れかな。朝曇ってて、午後はちょっと晴れた、みたいな天気でしたね。今日は結構暖かくて、午後はちょっとね、散歩とかもしましたね。 近くの公園で散歩をしたりしました。あの、まあ、日本には、あの、なんだろう、3月9日っていう歌もあるぐらい、あの、まあ、レミオロメンさんとかの歌があるぐらい、あの、なんだろうな、こう、その、ちょうど春になって暖かくなったよね、みたいな、ちょうどタイミングなんですよね。うん。ちょうど日が長くなってきて、 あったかくなってきて、あ、春だな、みたいな、そんなタイミング。なんか3月9日っていうと、もうその、歌のイメージしかないなっていうふうに、まあ僕は個人的には思うんですけど、あとはね、あの、まあいろんな国にもよるかな。このイゼジャパニーズアメリカの方が聞いてくださっていることが多いと思いますけど、日本は、あの、小学校、中学校、学校、 ですね、あの4月から始まって3月で終わりっていう1年のサイクルになってるのでその1年生から2年生になるのが4月にまたあるんですけどなので3月は卒業式のシーズンということで高校生はそのまあ先週3月の最初の方に卒業式があったり 小学校、中学校は3月のもうちょっと後の方かな。18、19とか、その辺にあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、卒業のタイミングになってきますね。はい。なので、非常に、なんだろうな。日本ではこう、春、冬から春にかけてっていうのはなんかこう、出会い、別れ、 みたいなね、そういうのをよく言われるんですけど、あの、今まだか三3月どちらかといえば別れの季節というか、まあ、学校を卒業して、あの、進学、小学生が中学生、中学生が高校生、高校生が大学生、そして大学生が、まあ、就職したりして、まあ、社会人になったりするという、まあ、そんなような感じですよね。そういうタイミング。 が3月になります。で、まあ、今年はちょっとね、暖かくて、桜の開花。開花っていうのは、花が咲くことなんですけど、桜の開花のタイミングが、ちょっと早い。早めっていうふうに言われてるんですけど、たいまあ暖かいところで3月の中頃から後半にかけて、3月の終わりの方にかけて、まあ咲く。 そしてまあ、寒いところはまあ4月に入ってみたいな感じだと思うんですけど、なのでまあ、桜といえば、あのまあ別れみたいな、卒業みたいな感じで、卒業の歌、音楽の歌とか、卒業関係の歌とか、まあテレビとかでも桜のシーンっていうのはよく出てくるんですよね。なのでまあ、これこそその国によって、そのシーズンと、 このタイミングの捉え方ってのはかなり違うと思うんですけどその卒業シーズンっていうのが何月に来るのかっていうのは多分国によってね違うから日本だとやっぱ3月って言ったら桜そして別れ卒業みたいな感じで4月はまあ桜も咲きますけど新生活新しい生活が始まるみたいなそういうようなイメージそういうなんだろうなうーん まあ、日本に住んでる方じゃない方からしたら、そういう感覚はもしかしたらないかもしれないんですけど、3月でだんだん暖かくなってきて、あ、そろそろ卒業の時期だよね、みたいなのがこう、なんだろう、無意識に、無意識、意識してないところで、で頭で考えてなくても、なんかこう、そういう感覚として、僕らが持ってるもの、のかな、なんかもうそういう、うん、感覚、 な気がしますね。なので、まあ他の国に行けば、例えば6月が卒業とか、もしかしたら12月が卒業とか、そういうふうにね、いろいろ違いがあるかもしれないんですけど、まあその辺は結構面白いなというふうに思いますよね。うん。で、まあまあ、あの僕は写真を撮る仕事をしてるので、まあ、このコロナのパンデミックの 中ではありますけれども、卒業記念。卒業の、えー、タイミングの記念。あ、そっか、卒業って何ですかっていう話なんですけど、卒業は、えっと、学校を終わる、終わって、なんだろうな、今まで通ってた学校を、えな、ー、んだろ、卒業、終わって、次のステージに上がる。 その前の学校の終わりっていう感じかな。そういう感じ、ゴールしましたみたいな、そういうイメージなんですけど、それの記念写真を撮りましょうということで、あの、小学校の卒業もあれば、中学校の卒業もあれば、高校の卒業もあると。そんな感じでね、予約が結構入っていて、まあまあ、忙しい日々を送っています。皆さんはね、どうでしょう。やっぱり、 卒業式のタイミングって、日本だとやっぱり桜とか、まあ寒いところは雪が降ったりもするんですけど、そういう、ちょっとね、写真としてもこう、絵になる。まあ、映えるとか、映えるとかね、言いますけど、あの、なんとなく雰囲気のいいタイミングなんですよね。で、そこで、あの、まあ、 これも、場所によるかな、というのを思うんですけど、僕らの住んでいるところは、高校生は、私服の学校が結構多いんですよ。あの、制服じゃなくて、制服ってわかりますよね。結構アニメとか見てる方とかだったら制服ってわかると思うんですけど、まあ、あの、そういうのじゃなくて、あの、私服、自分の服。 なので、自分の持ってる服と同じ服ってことですよね。どちらかといえば、大学生とかみたいな感じで、まあ、僕の言っていた母校もそうなんですけど、母校は僕の、僕の言ってた学校っていう意味ですね。僕の母校もそうなんですけど、私服だったので、卒業式には、だいたい男性、男の子は、スーツ。そして、女性、女の子は、あの、着物を着る。 方が多かったですね。まあ、その、それの限りではないんですけど、着物を着て、という方が多くてですね。あの、まあ、その卒業記念というね、写真を撮るのも、あの、まあ、お着物で撮られるという方が多いです。で、せっかくなので家族でね、記念写真を撮りましょうっていう感じで、まあ、やってるわけなんですけれども、皆さんの国とかではどうなんですかね、あの、 卒業って言ったら、僕、外国の卒業ってあんまりイメージがなくて、うん、まあ僕も一応、なんだろう、専門学校というかカレッジを出てるんですけど、まあ、なんだろうな、卒業うん、あんまりイメージがなくて、よくある、見るのはなんかあの、帽子を投げるみたいな、あの、 そういうイメージはありますけど、アメリカのドラマとかでね。うん。でもあんまり、そういうことについて、あんまり細かく詳しく考えたことがなかったのであ、もしよかったら、YouTube のコメント欄とかにね、書いて、うちの僕の国、私の国はこういう卒業のイベントがあるよ、みたいなことをシェアしていただけたら嬉しいなって思うんですけど、はい。あ僕のところはですね、あの、 まあ高校生で、スーツと、お着物。なので、ほぼ、日本の、まあ大学生の卒業式とほぼほぼ同じ。大学生も同じ感じなんですよね。そういう感じでしたね。それもまあ、多分、県によるかな。県とか、都道府県にもよるところがあるかなとは思うんですけど、もちろん制服で卒業式をするっていう学校もあるかなとは思うんですけど、まあそういう話です。ということでまあ、今日は、卒業シーズン。 3月のね、半ばで暖かくなってきて、卒業シーズンですよっていうお話をしました。今日も最後まで聞いてもらってね、嬉しいです。本当に。ということでまたね、明日以降もよろしくお願いします。ではでは、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は、毎日の出来事や旬なトピックを 少しだけゆっくり、簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の EasyJapanese でお会いしましょう。ではでは。